厳島丸は、かつて日本水産が所有し、運航したタンカー、厳島丸と書くこともある。戦前の日本の捕鯨は、戦後のそれとは違って、捕鯨を行っていた他の国々と同様に鯨油の採取が主な目的であった。日本では、鯨油の貯蔵や輸送、及び捕鯨船団の各船に対する燃料補給用として、捕鯨母船にクジラ輸送を装備しており、総トン数は15,000トンを超えていた。しかし、日本水産が所有していた捕鯨母船、都南丸だけは、他の捕鯨母船と比べて小さく、クジラ輸送の容量も小さかった。そのため、この都南丸に随伴して、鯨油の貯蔵や輸送、及び捕鯨船団の各船に対する燃料補給用としての大型タンカーが必要とされたので、日本水産は優秀船舶建造助成施設を活用して、川崎造船所にタンカーを発注することとなった。これが、厳島丸である。1937年12月28日に完成した厳島丸は、この時期に建造された大型タンカーの大半を占めていた川崎型輸送船の一隻であったが、鯨油を取り扱い、捕鯨船団への各種物資の補給に従事するという、性格上、異質の魚類を同時に取り扱えるスチームポンプのほか、一番輸送前部と機関室後部に貨物室が設置された。厳島丸は完成後直ちに捕鯨船団への必要物資と燃料油を搭載し、先行していた都南丸船団を追って南氷洋に向かった。その後3年間は捕鯨船団への補給、鯨油の輸送にあたり、領還期にはアメリカ西海岸からの原油輸送に任じた。1940年以降は、仏印進駐や日独伊三国軍事同盟締結の影響で日米関係が徐々に悪化。1941年度の南氷洋捕鯨は国際情勢の悪化で中止され、アメリカ西海岸からの原油輸送に専念していた厳島丸は抑留の危機にさらされた。外交交渉の結果、11月に出港できることとなり、厳島丸は11月19日に横浜港に寄港した。その3日後の11月22日、厳島丸は海軍に徴用され、クレチンジュ夫隻となる。厳島丸は徴用後間もなく、サイパン島に進出し、駆逐艦、宇月などへの補給を行う。その後は、横須賀、呉及び佐世保といった鎮守府所在地と神戸、父島、四日市、高尾及びマコウなどの用地との間で、重油や人員の輸送任務に服する。1942年7月14日から、呉海軍工廠で12センチ砲と爆雷投下機場の設置工事が行われた後、横浜、下津などへのパレンバン産原油の乾燥に従事する。1943年7月から運航が始まった、非船団では、主要船舶の一隻となる。7月10日6連発の比01船団に加入し、湘南経由でバリクパパンに開港。帰途は8月5日湘南発の比04船団に加入してマニラ、ロクレも経て8月17日に徳山に寄港した。続いて8月25日6連発の比05船団で南に下って9月12日に湘南機。航空ガソリンを搭載して比08船団で9月20日に徳山に到着した。この往復の最中の9月1日付で特設運送船となった。以後、昭和18年中は、比11船団、比12船団、比17船団、比18船団、佐19船団、佐20船団といった輸送船団に加入して、日本と南方を往復。1944年に入っても引き続き、比31船団、比32船団、比45船団、比48船団、比57船団、比58船団の各船団に加入して往復を重ねた。南方からの帰還では原油や重油を搭載し、一方日本からは軍需品などを搭載して南に向かっていた。5月9日、厳島丸は第1機動艦隊に編入され、5月25日まで佐世保海軍工廠で機銃や爆雷投射機、逆探、重油補給装置の設置工事が行われた。工事終了後、日65船団に加入して5月29日に門司を出港し、6月11日に湘南に到着する。当初はバリクパパンへ開港される予定だったが、サイパンの戦いが始まったことにより、第1機動艦隊がマリアナ諸島方面に出動。これを追う形で水雷艇、ガンの護衛のもと、6月18日に湘南を出港して、ネグロス島、ギマラス白地に急行した。しかし、6月22日朝に、北緯09度08分東経120度55分、北緯 9.133 度東経 120.917 度、9.133 120.917 のパラアン島、プエルトプリンセサ南東230キロの地点に差し掛かったところで、アメリカ潜水艦、ナーワルの雷撃を受けた。ナーワルは、魚雷を4本発射し、2本が命中して残る2本が命中しなかったことを記録。魚雷は、右舷中部3番輸送に1本が命中し、幅 13.5 メートル、長さ 15.7 メートルの波高を生じて船体は25度、傾いたものの航行に差し支えはなく、その日の夕刻にギマラスに到着した。ギマラスで、特務艦、即級、駆逐艦、夕凪、満潮、野分けに対して補給を行った後、マニラへ開港される。マニラでは、即級、重巡洋艦、妙高及び、マニラ軍需部に対して残った重油を補給し、修理に備えて、喫水を浅くしようと試みたが回復せず、マニラでの修理は断念された。7月20日から21日にかけて、日68船団の諸船舶がマニラに入港し、ここで加入船の顔ぶれが一部変わることとなり、厳島丸は日68船団に加入して、日本に戻ることとなった。日68船団は、マニラ出港後の7月25日に、アメリカ潜水艦、フラッシャー、クレバル、アングラーからなる、ウルフパックの攻撃で損害を受けたが、厳島丸には、被害はなかった。8月3日、厳島丸は佐世保に寄港し、8月10日から9月16日まで佐世保海軍工廠で修理と兵装増設工事を受けた。9月20日付で第1機動艦隊から離れ、連合艦隊付属となる。10月1日、厳島丸は日77船団に加入し、湘南向けの機雷やアンダマン諸島向けの迫撃砲を搭載して門司を出港する。10月12日に湘南に到着後、厳島丸は都市号作戦部隊の一隻として第1遊撃部隊への補給部隊に編入されることとなる。直ちに他のタンカーと共に、海防艦、千ブリ、第17号海防艦、第19号海防艦、第27号海防艦及び敷設艇、土、和島に護衛されて、湘南を出撃し、ブルネイ湾に進出。やがて、冷凍機海戦が始まり、日報丸と共に10月25日にブルネイ湾を出撃してコロン島に向かい、同地にて第一遊撃部隊の艦艇に対する補給を行うこととなった。コロン島にはすでに日英丸が到着し、損傷して下がっていた妙高に対し補給を行っていた。ところが、第一遊撃部隊がレーテ湾突入を断念して引き返す。途中の10月26日、アメリカ第38任務部隊の艦載機が追い打ちをかけるように、第1遊撃部隊に対して空襲を行う。これを受け、栗田中将は部隊のコロン島寄港を取りやめて、ブルネイ湾へ急ぐこととなり、南西方面艦隊を介して、補給部隊のコロン島進出取り留めを命じる。厳島丸と日報丸もスールー海から、ブルネイ湾へ引き返すこととなった。その途中の10月27日朝4時40分頃、バラバク海峡を西行中にアメリカ潜水艦バーゴールに発見される。バーゴールは6本の魚雷を発射し、4つの命中音を聴取して1万7000トン級、タンカー1隻の撃沈を報じた。魚雷は厳島丸と日報丸の双方に命中し、日報丸は瞬時に沈没して、厳島丸は航行不能となった。厳島丸は、ボルネオ島北端部のマルズ湾に曳航され、応急修理を行ったが、連日空襲を受けた末、11月1日に12000トンの搭載重油と共に沈没した。12月10日に除籍及び海洋。12月19日、放棄された船体をオーストラリア軍が発見している。戦後の1954年4月26日、厳島丸は不要の後香港に曳航され、搭載していた重油が抜かれた後解体された。9月25日6連発10月4日、湘南記10月10日湘南発10月21日6連議10月28日、門司発、高尾、マニラ経由11月11日湘南記11月15日湘南発11月28日6連議12月5日、門司発、高尾経由12月17日湘南記12月21日湘南発、高尾経由昭和19年1月1日6連議1月11日、門司発1月20日湘南記1月25日湘南発2月4日。門司記2月16日門司発2月27日湘南記3月11日湘南発3月25日門司記4月3日門司発4月16日湘南記4月21日湘南発5月3日門司記ありがとうございます。